んが作るのは海の幸をふんだんに使った料理、しかも和食の要素を取り入れた料理方法。お刺身を海苔で巻くところはまるでお寿司、しかもかなり大きな太巻きといったところ。これを油で揚げるところはジェームスさんのオリジナル。さてどんなお味なのでしょうか。おう、ベリーベリービューティフル。 Thank you. エビで、yes. これを見てください。そっち側あれですからこう回しますけどね、これはマグロですかね。真ん中で分けてこう白身のやつとね、これなんか天ぷらみたいになってるのですね。これ半分、はい、綺麗な色だことをまた流氷に生えて。あ、いかが？全然違う、またこれさっぱりしられてます。これ目つぶって食べたらマグロかなんだかよく分かんなくなりますね、これね。でですね、はあ、こういう発想そうですかね。これがまたですね、春巻き風になってますよ、エビを巻いてね。いただきます。どうでしょう。あら、変わった食べ物を食べさせてもらってる感じがしますが、エビとは思えないですもん。なんかしまいにこうでもね、エビの甘さが出てくるんですね。加藤さん、初めて